はい、皆さんおはようございます。みつるのラジオです。本日は2月の21日の、火曜日です。今朝の9時を過ぎたところなんですが、まあ、これからちょっとね、朝トレということでちょっと今ジムに来て着替えたところなんですけど、はい、トレーニングをね、していこうかなと思います。もしかしたら今この YouTube を見てる皆さん気づいたかもしれませんが、動画の画質が戻ったかと思います。実はですね、少し前に1、2週間ぐらい前かな、ずっと使ってたカメラが、まあ、壊れちゃいましたということで、ちょっと動画内でもお話ししたと思うんですけど、昨日ですね、カメラに付属してるバッテリーを自分3つ持ってて、違うバッテリーをね試しに付け替えたところ、まあ、普通に電源が入りましてですね、ただバッテリーの多分充電が切れていただけで電源が入らなかったのかなと、まあ、そんな感じでね、今日もトレーニングねやっていこうかなと思いますので、皆さん一日お付き合いいただければと思います。ということで今ちょっとベンチプレスを最初やったんですけど、重すぎてここ最近ずっとベンチプレスやってて、神経疲労がちょっと取れてない感じがあって、まあ朝っていうのもあると思うんですけど、ちょっと今日はねなんかいまいち乗り気がしないんで、ね、オフをどのタイミングで入れるか迷ってたんで、まあ明日ちょっとオフにして一旦休んで、明後日またちょっとハードに結構またベンチプレスやったりとかトレーニングするんで、ちょっと今日は疲れちゃったんで休もうかなと思います。まあトレーニング今日したって言えるような内容ではちょっとないかもしれないんですけど、今日はちょっと早く寝ようかなと思います。
ということで、ですね、今日は朝ねベンチプレスをやったんですけど、まあ、全然力が入らなくて、まあ、疲労もあってちょっとプレス系できないなってことで、夜ねデッドリフトだけちょっと一発だけ持ったんですけど、まあ、170ね、まあ、動画見ていただければわかると思うんですけど、まあなんとか上げたんですけど、大会的にはちょっと NG かなっていうような、なんていうんですかね、そういう感じでしたね。スタートすごく軽かったし、あともう少しね最後の返し、上がった時に最後こう腰を返すんですけど、お尻と腰をね、最後の返しまでスムーズにいければ多分本番も170キロまではまあ今の感覚だと持ってこれると思うので、まあ、そこをしっかりね自分の中で意識して、あと6週間ぐらいかな、多分4月2日の大会まであるんで、ちょっとね今日終わった後少し腰がね痛いわけじゃないですけど、ちょっとねこう違和感があったので、ちょっとまあ疲労をとって今週は少しね大事に腰をいたわりつつね、重量アップできるように練習していきたいと思います。本当にね今日ね YouTube をちょっと見返してて、3ヶ月前かなちょうどぐらいにデッドリフトをね教えてもらって始めたんですよ、練習を。でその時と、まあ、今日の動画をたまたま見返して比べてたら、まあ、重量がまず70キロ伸びてるっていうのもそうなんですけど、体のね厚みがもう上半身もそうだし、特に下半身なんかがもう二回りぐらい違くて、いやこんなに変わるのかと思って、まあ、体重は全然ほぼ変わってないんですよ、まあ、1、2キロ増えたか増えないかぐらいなんですけど、まあ今まで足のトレーニングって自分ちょっと好きじゃなくて結構サボってたというか ほとんどやってなかったんですけど、ビッグスリーをスタートした感じなんで、まあベンチプレスはもともとやってたんですけど、それに加えて、まあ、スクワットとデッドリフトを1から始めて、まあ追い込んでるトレーニングでもないし、まあ、週に1、2回デッドリフトに関しては1回ずつぐらいだったかな、やってたのでね、セットも5セットぐらいで、そんな回数もねその10回とかやるようなセットはないんですよ。それでもこれだけやっぱりね、体、まあ、重量もそうですし、体がこんなに変わるのかっていうのがね、まあ間違いなく多分筋肉量は増えてるんで、まあ本当自分でもびっくりしてて、こんだけねもうトレーニングもう少しで8年目に入りますけど変わるんだなと思って、なんでねぜひ、まあ、自分は本当に重量とか持てなくてずっと逃げてたので、この動画見ていただいてるね皆さんで、ちょっとビッグスリー苦手だなとか、あんまりちょっとやりたくないんだよなっていう方もしいらっしゃったら、もう本当に軽い重量からでもいいので始めてみてください。やっぱりねその筋肉を大きくするっていう風に、やっぱ僕らこう大会に出てる人間、ボディメイクしてる人間って考えると、何セットやらなきゃいけない、何回を何セットやらなきゃいけないとか、トータルでボリュームでこれぐらいやらなきゃいけないとかっていう風に考えがちなんですけど、もうそんなの全然関係なくて、とにかくもうしっかりまあ、スクワットだったら深くしゃがむ、デッドリフトだったらしっかり丁寧なフォームで下から上までちゃんと引き切る、まあ、この2つだけを意識して、とにかく怪我しない範囲で重さを少しずつでいいんで上げていくとね、もう見違えるぐらい、もう自分がこの年数でこれだけ体が変わってるんで、間違いなくね皆さんやった方がいいと思います。まあ今日はちょっとねネタ少なくて申し訳ないんですけど、まあ、こんな感じで今日の動画はちょっと終わりにしたいと思いますので、皆さん、引き続きよろしくお願いします。朝話したんですけどね、カメラもね治りましたので、治ったっていうか壊れてなかったんですけど、はい、自分のちょっと勘違いでね、はい、幸いにも普通にこのまま使えるということで、またね高画質と、高音声かな、はい、この2つでねしっかりミツルの日常をねお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。